4月の29、はい、土曜日、朝からちゃんとダチョウをね見に来ましょう。はいはい、昭和の日です。はい、今日は祝日。そうなんだ。ゴールデンウィークの初日じゃないですか。ああ、だから今日はいっぱいお客さんが来るだろうってね。よいしょ。悪いな、ご飯は後だ。ええ、あ、でも大丈夫そうです。今日は祝日だったのか。今日は祝日。全然気づかなかった。いや、今日もいい天気ですね。そうだね、うん、ちょうどいい薄雲。はい、遠くに山々がくっきり見えます。今日は土曜日で祝日ということで、お客さんがきっといっぱい来るでしょう、うん、そしてついに撮影日と投稿日が同日になりました。追いついた。はい、ストックがありません。ああ、はい、この動画はおそらく今日の11時に上がると思います。早い。お願いします。はい、ということで皆さんがこれを見るのは、我々が作業をした3時間後、3時間ラグがある生配信。ああ、めちゃくちゃ当日の。あ、ここは今フレアエリアを表示してもらってますね。これで新しいね、なんかできるんですよね。そう、まあ、でもこんな状態でも普段通り餌やりとかできるので。はい、はい、あれ重かったですよ。来てください。え、単管？そう。ああ、面白い。はい、回り方は任せます。はいはい、おはようございます。おはようございます。あ、じゃあこっちから行こう。おはよう。おはよう。怖いね君はいつも。なんかね、動画にコメントがあって、はいはい、そのいつも僕が行ってる散髪に行ってるね、うん、そこが松下駅のとこにあるんですけど、はいはいはい、そこのオーナーから このチャンネルを紹介されましたって。すごい、ありがとうございます。紹介料というか紹介のお礼しないとじゃん。はい、ファインベーシックってとこ。あ、ファインベーシック。そう、うーん、宣伝しとこう。はいはい。 あ、卵発見。卵をシルバーさんが取っといてくれましたね。ありがたいですね。ここは45か。これ取れんのかな。ジューミングしてる。ピンだと取れないかもしれない。そうだね。ダチョウにこのマイクを近づければ。ダチョウ一体一体にピンマイク取っちゃう。どこまで取れるんだろう。だんだんパドックの雑草が青々と。うわー、本当だ。そのうちまた中に入って伐採しなきゃいけない時期が。ジャングルのように。ダチョウは背高くなるとダチョウの行動範囲が狭まる。ああ、草がね、あんまり背が高いといかない。避けるんだね。いいよ、こっちから回ろう。はい。やけに赤いなこいつ。ああ、本当だ。でも前よりガツガツ来ないよ。そう
ですね、今落ち着いてるのかな。なんか虫網入れても、あまり怒らないし。あ、わかる。何なんだろうね、この。もう年かもしれない。何歳なんだろう。え、あの子？そう。あ、でももう7、8、9歳ぐらい。人間で言うと？え、人間で言うと？30歳とか？あら。いや、わからない。適当に言いました。ダチョウはどうやって換算するんだろう。でもダチョウ60年とか生きるから、そんなに人間と大きくは変わらない気がするんですよ。でも人間の寿命は120ね。あ、で繁殖のピークが、まあ、8歳、7、8歳とからしいので。じゃあ今がピーク。ピークじゃない。頑張れ。どこ行った。あ、あの子ですね。遠くにいますね。このダチョウたちはみんなボリュームゾーンが今7歳とかなんじゃないか。もっと上かな。2015年、8歳か。頑張れみんな。2014年、15年生まれあたりが多いです。そうなんです、ね、うん。じゃあ消える時も一緒じゃないですか。そうね。まあ、そのために時代の良さげのやつらを。面白いな。農場長が移動したら33番も動くという。うん。何かしら覚えているものがあるんですかね。なんかさ、恨み忘れないよね。ね、嫌な思い出はずっと。うん。記憶力がいい。いいのか悪いのか。思えない。嫌なことは忘れた方が幸せな気がするけどな。ね、うん。おはようございます。卵ありがとうございました。はい、ちゃんちゃん。あら、そうか。お願いします。あ、おやつにどうぞ。すいませんね、いつも家いっぱいもらうので。え、あ、いつもごめんなさい、いっぱい。ね、さつまいもも美味しいですね。さつまいもも美味しいですよね。いや、これがちょっと違うんだけど。はい、はい、ありがとうございます。どうもお願いします。よ、すごいね、小松菜まだ元気。おかしいな。それであとはメスんとこ行ってひなかな。そうだね。メスの楽園は何番なんだっけ。そこは4番ですね。じゃあそこの系列に増えるってこと。あ、そう、無人なのがあっちの日当たりと、あの雑草の生えてるところでしょ。あ、でも今綺麗にしてくれたよ、吉田さんが。あの脱走した時に俺が一時閉じ込めたところでしょ。多分そうですね。はいよ、みんな。卵はなさげな。ないですね。もうでっぷり太ってる。はい。重そう。ちょっとメタボな子いるよね。いる。音。あ、いいね。ね、綺麗。なんか良さげ。ここが新しい候補地です。はい、あの卵取りでした。終わりましたね。はい、はい、それではまた会いましょう。さようなら。さようなら。